このスリッパもそうでしょ。うわっうわっうわっ、ちょ、まだセーブしてないってばよ。え、お姉ちゃん、え、なんか光ってる。あぶねえ、まだセーブしなかったのに。セーブさせて先よし、これは黒いクレヨンのメモを拾った。トンネルの向こうへ行ってみよう。マジかよ。あ、もう全部手に入れた。正門の鍵、古いお守り、お姉ちゃんのキーアイテム。もうクリアか。長かったような短かったような。キーアイテム全然あれだわ、集まってないや。まあしゃあない。そうそうした、そうそうさっきのキラキラ、そうそうなの。やだー、お外行く。うん、無意識にやだにしてしまう。あの化け物やっぱりお姉ちゃんなのかな。あのお化けはさ、でトンネルこっちらへんだよね絶対ね。うん、ポチポチじゃない、ポロのあれがね、ここだもんね。ポロのお墓が。あれか、この手を追いかけていくのかな。この手あれだよね、森路を破壊したし、なんかね、悪いことするよね。悪いやつだ。お姉ちゃんの式神かもしれん。ここ、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 ここ。こっちだ。こっちっぽい。なんか導かれてる。こっちっしょ。ここがあれだから、ポロのお墓の上のらへんだもんね。ここ。お姉ちゃんがいなくなった。ここ。黒板消しを拾った。うわぁ、変わった瓶を拾った。なんだよ。変わった瓶。不思議な形の瓶。色と形とか、中のビー玉が涼しげで綺麗。お気に入り。ラムネの瓶だ。他に何手に入れた？もうわかんねえぞ。絵本。ベッドの下に住むお化けのお話。絵本の表紙で、お化けと女の子が仲良く笑ってる。うん。なるほどね。まあいい。お姉ちゃん、陰陽師なのかな？陰陽師の家系かもしれん。この女の子は。だとしたらこの肝が座ってるのも納得がいく。人骨を拾った人骨拾っちゃっていいんだ。しかも頭部、地面に埋まってた誰かさん、寂しそうなのでこっそり連れてきた。おい、警察に電話し、連絡しろ。ろれつ回らんくなってきた。今んとこか、ポロが引かれたの。違うよね。オッケー、セーブ、よし。これでワープできるぞ。人骨拾われた。ここじゃない、ポロリンポイント。ポロが、ポロッと、ポロッとしたとこここじゃないの？元先か、元先だな。もうちょい先だ。まだ血とか残ってたりすんのかな、ポロの。ちょちょちょ、ちょい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 。ここじゃない？ここで。ここっぽいね。ここで落ちてきたやつを拾って、道路に向かって投げたらポロがポーンなったっていう。こいつ。罠を張りやがって。あんな石になって落ちてきたら絶対に道路に投げちゃうやん。そしてそれがポロ取りに行くやん。悪くないやん、俺。なんか両手が、いざなってた。なんだよ。入ります。入っていいの？はてな。おもちゃの骨を拾った。なんか暗くて見えなかったけど、なんか拾った。ん？何？霧が深い。先へ進むのやめておこう。なんでやねん。祠がある。あれ？お姉ちゃんの守りがかすかに光ってる。古びた守りをかざしてみる？うん！わあ！
閉ざされた。あいつ死んだんじゃないの？ひやー。ちょ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 。いやー。かざしてみる。どうだ。うわ。バリア？バリア？バリア！出た。出た。キモい。むしゃ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 。え？食べちゃった。食べちゃったー。美味しい。あ。ダウン。なんだ、バトルだ。大怪獣決戦が始まった。さよなら。なんだ今のは。手バーサス口。ほこたてかこれ。なんだなんだ。あれ全部お姉ちゃん？手じゃ。手じゃ。はい。よし。飛ぶことできんのこれ。ここまで来て飛ぶことできんの？ほう。いや、飛ばんけど。飛ばんけどの？ここにもなんかアイテムあったりするのかな？収集アイテム。どこなんだ一体。私どこ行くの？サンドの川渡っちゃわないこれ。無限かなこれ、上。上には無限に行っちゃう感じ？なに？なんか落ちてる。お地蔵さんあったよ！セーブさせてくれ！何ここ、この先にお姉ちゃんが、本当に誠10元、ちょっと、うん、よし、やだ、オッケー、これで死んでもやり直せる。お姉ちゃんおる？イベント、あ、クリちゃんが寝た。なんか手がいっぱい降りてきた。うわー、お守りをかざすんだ。あ、お守りをかざせ。こいつら味方じゃねえのかよ。火の玉だ。なんだなんだ、一定時間無効か。イヤホー、イエーイ。なんだこれは。継続できたね。ちょ、早く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 出やこれがお守りの力ですよ。お守りの、お守りの、お守りの、お守りの力ですよ。出やーっ危ない、お守りの力ですよ。はあ、ちょっと、声、どんどん来るぞ、後ろが。前から聞いたー。うお、ナイス、うまい、うますぎる、スタミナがない、おら、どっちだ、上か下か。はぁ、やばい、やばい、マーンどっからだ、これは。最初からか？最初からだ。いや、これちょっとなかなかですよ。覚えゲーですね。絶妙な位置に。お守りってすげえ。お守り様様やね。あれか、一回取ったところは来ないのか？そんなことはないか。一回やったとこ なさげだね。だったらもう途中からでよかったのでは？ならば。一回やったとこ来ないや。でも死んだら最初からでしょ、また。やだ。この下は何なんだろう。あ、セーブなんだ。なーに。はい。
これ10円なかったら最悪だよね。やだ。よし。セーバータセーブ。避ける。ダビョーン。戻るのか。戻ってここで、ここまで引きつけて戻って、上に行けということか。にゃにゃにゃい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 。こんのかーい。めっちゃ切れてる、今です。なんかいけた。やばいやばい。ビャーン。なんだよー。何がなんだよ。とりあえずスタミナ置いといて、どうにか。ダメか。判定むずいぞ。とりあえず一回こっちに来させようか。セットいて、一応意味があるか分からんが。オッケーオッケーオッケー。おお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 、ちょっと待って。ほお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 。うわ、むずい。ビビった。これむずくないっすか、これ。うわ、また死んだ。おお、前から来るのをもう知ってるから。あー、マジか。はあ、こっちに来させといて。え、なんか引っかかってるかもしれない。あいつ引っかかったぞ。手が今引っかかったぞ。あいつそろそろセーブをさせてくださいよ。やばい。小型の手が、小型の手に追いかけられそう。ちょっと追いつかれそう。おお、いやー、ちょっと待って。いやー、むずいっすー。なんかいけそうな。なんか、どうだ。結局、最終的には同じになるね。なんか最初いいんだけど、なんかスタミナが尽きてからなんか同じになる。オッケー、頼む頼む。オッケー。ああ、よし、オッケー。やめてやめて。ここちっちゃい手が、ちっちゃい手が来た、ちっちゃい手が。えいっ。よし、頼む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 。あぶねえ。あー、終わった終わった。まだある。まだあったら絶望なんですけど。終わったよ終わったよ。もう終わった終わったね。よーし。あー、終わったー。はあ、なに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 。えい。え、いいの。オッケー、クリアか。クリアなのか。お姉ちゃんいる。お姉ちゃんいる。あ、お姉ちゃんいた。上の方にでけえ目が、でけえ目と手が。腕時計の位置にあるよね、目が。こういうグッズ出そう。夜回り。うわ、キモー。キモすぎる。え、なんなの。なに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 。何を、これか。えい。
なんだなんだなんだ、あれを全部発動させれば封印できるみたいなことか。そういうことじゃない？封印でしょ。でもなんかすげえ簡単な気がするけど大丈夫これ？そんなことはなかった。えいっ、やばいやばいやばい、先回りで守ってる。ちょっと待って、おー、いやでもさっきのに比べればフィールドが広いから余裕かもしれん。終わったラスボス一番簡単。人間の塊だった。ラスボスが一番簡単だったんですけど道中むずすぎだろ。だったらここをもっと凝ってくれ。 お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、息はしてる？知らないでお姉ちゃん。あ、動いた。うー、お姉ちゃん大丈夫？私探しに来たの。お家に帰ろう。お姉ちゃん、ん？怖かった俺もうぬうぬも、うぬじゃないな、寂しかったよお姉ちゃん。一緒に帰ろう。どんどん暗くなっていく。いや、よく来れたな。てか来れなかったらお姉ちゃん死んでたねこれね。よかった、頑張ってよかったね。ポロは死んじゃったけど、馬？足音かパカラッパカラッ。お姉ちゃん抱えていける？やっぱ力持ちやっぱ主人公ちゃん力持ち。うわ、生きてんのかよ。封印したってこと？力持ちじゃん。うわ、あれ？え、なに？え、なに？う、なんだろう、なんか変だ。うー、なんか、もやもやが、撃たれた？目が爆発した今。真っ暗だ。真夜中みたい。左目なんか爆発したよ。ライト、ライトをつけなきゃ。暗くて何も見えない。眼球爆発しなかった今。目持ってかれたんじゃない？お姉ちゃん様子おかしかった？お姉ちゃんにやられたの俺。ポロがいる。霧が代償に取られた。ポロ今何してんのこれ。でも目は無事だよ。ポロとお別れ？なんで？行こうよ一緒に。あー、そっちに行っちゃダメだ。そっちにはキモいやつがいるぜキモい目玉のお化けいるのに。え、夜回り、え、終わった終わったよー、ありがとうございますクリアしたー。なんてこったい。え、もう語られないのこれは。一体どういう、何、ポロと お別れしたってことでいいの？最後は2周目はないの？ないんじゃない？死んでる犬と生きてる人、解説お願いしますポロが返してくれた。敵封印したのに目取られんのねえ、やってられんけど
でもなんか2もそんな感じのエンディングだった気がせんでもない。2もなかなかだった気がする。はあ。あとはやり込み要素のみです。なるほどね。解説ないんだ。はあ。何、自分の思う通りのストーリーを作ってくださいってこと？何の代償もなしにお姉ちゃんを返してくれないってことなのかな。はあ。マーケティング、お疲れ様です。小説、あ、そうか、小説出てるんだもんね。女の子の名前はこともちゃん。こともちゃん。お姉ちゃんはともこちゃんと言います。こともちゃん、ゲームでは名前出てこないんですが、ぜひ覚えてあげてください。ありがとう。こともちゃんなんだね、主人公。わーい、わーい。びっくりした。ありがとうございます。ずっと名前が分からず主人公ちゃんと呼びました。夜回り、夜回り、あれだね、 D いらないね、振り仮名。俺夜回り振り仮名やってますね。振り仮名じゃない、なんだっけ、 D が出てる。あ、え、お、お姉ちゃん、ああ、左目がやっぱり、弾けちゃったもんな。送り仮名、そう、そっちだ。一緒にお墓参りに来たんだ。はあ、最後左目、お姉ちゃんを返す代わりに代償になった。そんな、なんか悪いことした？石投げちゃった。明け方。セーブする。はい。セーブ完了。夜回りでした。いやー、難しかった。難易度結構難かった。あと、ひらめきがなかったっていうのもありますね。ちゃんと避け方が分かれば、簡単に避ける方法あったのに。ね、試行錯誤ができてなかったっていうのがあります。反省点。はあ、まあ、あとはね、やり込み要素のみらしいです。で、よりやり込みは全部はやらないかな。うん、まあ、とりあえずこれでね、夜回りの実況は終わろうと思いますんで、最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひね、また次もなんかホラーゲーしますんで、そちらも見てください。よろしくお願いします。